はい、皆さんこんにちは、チュでございます。ジンギスカンね、BJ88 のパート5やっていきたいと思います。ちょっと攻める準備ができたかなというところでですね、攻めに行こうと思ってるんですけどもね、どの国に攻め込みますか。5で、兵士は110で、で220で行くと60日分でしょ。でテムジンで良しということで、戦争行きますね。ここで全軍移動ね。よいしょっと。例えばですね、これとあっつけたらどうなんだ。ああ、こういうことか。はいはいはい。はいはいはい。で、これ、町の上で戦争したらね、町が荒れるんでしたかね。なんかそんなんだったと思いますね。はね、できませんもんね。お？あ、逃げた。あ、そっか。敵が攻撃してくんのね、これね。よいしょ。よいしょ。どこまで逃げる？あー、そっか、兵糧との戦いだなこれ。でまた逃げるんでしょ、あれ。これ山間部行ったらあれですもんね、ガターって兵が減るんでね。どうしてたっけ。あー、こんな感じか。あ、邪魔すんだよねこれがね。このゲームね、数のゲームなんですよね。もう兵が多い方が断然有利なんでね。ね、こうでしょ。はい、敵捕まえました。あー、やっぱりかなりあれですね、何でしょう、汚らわしい手を離すというね、アラン姫が捕虜として送られてきましたと。入れますよと。やはりお気に召しましたかと。五国の統治はどういたしますかと。五国はね、いや、旧統治者はダメでしょう。五国はね、直轄地にしちゃいましょうか。で、おじひよ、タルク隊はどうしますか、おじひよとね。別にいらない人なんでね、まあ逃がしてあげましょう。優秀な人材が、あ、飯抱えましょう。それは、あらら、そういうことなんですね。さて、ですね、で実はですね、私直轄地とかそういうのを収めるのね苦手なんでね、移動しましょう。将軍の交代、将軍の派遣、属国を直轄地にと。ここにね、カサルさんね、能力いいでね、派遣しましたというとこですね。あとカサルさんに任せましょうか。一応見てみましょう。ね、これアスタリスクついてたら違うのかな。まあまあ、あ、でも食料予算あるな。兵士総数74もある。で、委任ってないよね。委任ってないよね。そうですよね。直轄じゃないということですよね。これね。移動、税金割り当て、分配、訓練、承認。うん、そうですね。さてさて、じゃあね、これで、王子。あ、将軍候補できるのかな？あ、できる、できる。あ、一国に4人か。そういうことか。はい、将軍候補しちゃいましょう。ね。
第2国から行くものにか、うん、断りましょうね。あ、兵士総数が70まで減ってるのか。これね、20、33、あっちの方が兵多いんだね。まあでもカサカさんにお任せして、あと私は二国をね攻めに行きましょうかね。艦長で、あー違う、いや艦長で情報活動、情報活動で2ね、で脳で今艦長で国内調査、あー人材をか、人材ということなんですね。あ、モラル下がってますね。モラルが下がっているので、モラル下がっちゃってか、うん、モラルなんとかしたいけどと、今何もできないですね。怪我 0.8 はダメだな。あ、1.6。ちょっと待って、これ。ねえ、そういうことね。怪我のレートは違いすぎたね。無理、228で打っときましょうか。で、2で宝石 5.2、 宝石こっちの方がいいんですね。あ、一気に金がね増えたのはいいんですけどもね。ガラス 0.9、 食料 0.2、 長剣、矛、買うものね。ウイグル商人の方に売ると、医薬品も売っときましょうか。一気にお金がねもう結構できましたね。お金ができたので、相場が相変わらずか。どうしよう。29% で、ウイグル商人に、いや、ウイグル商人、イスラムに売りで、2.73.0、3.0 か。木工品6で、結構いくね。このレートで打っていいのかどうかが微妙なんですけど。あ、属国なれ、うん、切ってください。あら、反乱が起きましたね。あ、独立しちゃった。さて、じゃあ2国はそんなに力があるのかねというところです。あら、最低。いいですね。来たわ。おお、520。どういきましょうかね。敵の、ちょっと待ちましょうか。これちょっと敵の本体直接ぶつぶしてしまいましょうか。よいしょよいしょよいしょ。あ、そういうこと。敵の本体いけないな。よいしょよいしょよいしょ。
ですね。これで十分いけますよね。ね、いけますね。一騎打ち求めてこないか。あ、これじゃああんま良くないね。あ、逃げた。あららららら、ら、あらら、これじゃあお金ぐらいかい。でも処刑しちゃいましょうね。無能な方はね、ちょっと処刑しときましょう。あ、この第6億が来ましたね。さてさて、守備側が230まで落ちちゃった。まあ同じような感じでいきましょうかね。待機しときましょう。ちょっと待機しますね。敵の本体はあれか。来い、よし、来た来た来た。で、ね、もうこれでとりあえず勝てますんでね。あとは逃げるでしょう、彼が。敵の本体逃げちゃうでしょうね。なるべく兵隊を残して撃っておきたい。逃げるか、逃げたな。よいしょ。いや、もういいですよ、そんなんね。持っていきますよと。敵の食料もあれか、追い詰めてね。はい、あ、散っちゃったか。さあどうしよう。これいっちゃうとね、いっちゃうと減るよね。木の中いっちゃうと減っちゃうのよね、確かね。あ、そういくわな。よいしょ。あ、減らないか。あー、ますます減っちゃったな、兵型が。あ、いいですよ。よいしょ。あららららら、ら、これはちょっとまずいな。あれ、前もうちょっとなんかね、なんか効果的なやり方あったような気がしたんですけどね。これはちょっとまずいな。大国住民が何かよこせた。ああ、戦争になりすぎたか。じゃあね、とりあえず食料品を分け与えましょう。で、徴兵何部できる ?3 か。これはくたびれすぎたな。仕方がないのかな、これ。武装度か、武装度かかかるかもしれないですね。ちょっと待ってね。自国、ああ、あっちはもう生産国かな。生産国になっとるな。輸送ってあるかな。属国に対して命令書。はい、任せます。あ、これか。まあでも勝手に任しちゃってるんでね。こんなもんかな。ちょっと私の方の訓練はこんな感じでしょうかね。なんかかなりまずいような気がしますね。
二国の兵力はかなり最多ったような気がするんですけどね。ちなみに二国見てみましょうか。ね、もう45まで落ちてるでしょ、兵力ね。潰せそうな気もするんですけどね。これやっちゃうと私の方も潰れちゃいますよね。というわけで、うん、そういうわけなんで、あ、兵隊でも訓練しとくか。役立つのかな。あ、2国取られちゃったんじゃない。あ、やっぱりやられちゃいましたね。8国から1国に断りましょう。来ませんね。2国から1国、あ、断りましょう。お、来た来た。まだ来るね。無視しましょう。さて、あれ、私の記憶だったらね、なんかね、自分の兵を少なくしてね、敵なんか来たらね、国が栄えたような記憶があるんですけどね。まあ、攻め込んできた敵をね、返り討ちにすると敵の兵力まんまこっちにできたような気がせんでもないんですが、どうもうまいこと言ってないですね。ひょっとするとあれかな、お馬ちゃんがダメなのかな。お馬ちゃんじゃない方がいいのかな。じゃあね、いっぺんちょっと試しで、まあ試しというかね、これゲームオーバーだったらごめんなさいね。ちょっとね、時間来ましたんでね、この辺で、ジンギスカンのパート5ですね、PH88 です。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。